いいでしょう。私もあなたのパパになってあげようじゃないですか。ブラックワールド。私の名は小杉、44歳独身。昔から童貞王という名前で周りからはバカにされていた。しかし勘違いしている。童貞を貫くということは本当に大事な人としかいたさないということ。つまり純粋なのだ。私は日々童貞を卒業すべく鍛錬に励んでいる。乙女ゲームでどういうやり取りをしたら紳士的か、上手な女性のエスコートの仕方はどのようなものかな。そもそも私のような紳士を放っておく女性の方がおかしいのだ。まったく世の中の女性は男を見る目がない。お、このゴム新作だな。とりあえず10箱ほどを買っておこうか。独身が長いから金ならいくらでもある。こんな有料物件他にないというのにな。ああ、しまった。新作のゴムを見るとすぐ買う癖のせいか、収集しているゴムコレクションが100種を超えてしまった。もうクローゼットに入りきらなくなっている。やれやれ、いつ女性といたすことになってもいいようにこれだけ用意してあるというのに、私の春は一体いつ訪れるのやら。あまりに暇だったので私は以前使っていたマッチングアプリを使用した。マッチングしてもブスばかりだったから使うのをやめたが、冷静に考えたらマッチングして会えるだけいいアプリなのかもしれない。もしかしたら掘り出し物の女性が見つかるかも。お、誰かとマッチングしたようだ。これはなんて素敵な女性だ。顔が可愛いしスタイルもいい。もはやこれは運命。私と出会うためにこの女性は生まれてきたのだろう。私はすぐにリサと登録している彼女と連絡を取り合い、そのままお会いすることになった。楽しみだ。どんな服装で行こうか。やはりここは私の魅力が爆発するような爽やかイケメン風の服装がいいな。念のためゴムは3箱持っていこう。何が起こるかわからないからな。そしてデート当日。完璧だ。どんな女性でもイチコロの爽やかイケメン風の服装で来てしまった。あの、もしかして小杉さんですか？あなたがリサさん。写真で見るよりも可愛いじゃないか。かっこいい服ですね。わかりますか？やはりあなたは普通の人とは違いますね。私の期待通り、いや期待以上です。まあとりあえずどこか入りましょうか。話を聞いているとどうやらリサさんは港区女子というものらしい。パパ活で生計を立てているのだとか。要するに誰にでも媚びへつらう下品な女ということか。一気に幻滅してしまったな。それで小杉さんにもよかったらパパになってもらえたらなと思うんです。ダメですか？まあパパ活をしているというのは腹が立つが、幸い私には金がある。金さえ払っていけば真剣交際に発展するかもしれないし、うまくいけばついに脱童貞を果たせるかもしれない。いいでしょう。私もあなたのパパになってあげようじゃないですか。はーい、やった、小杉さん大好き。それからというもの、私は頻繁にリサさんとデートをした。あ、小杉さん見てください、このバッグ。いいな、新作なんですってこれ。ほう、そうなんですか。小杉さん、このバッグなんですけど買ってくれませんか？私は他のパパはみんな買ってくれるんですよ。何？それなら私も買いましょう。私はリサさんのパパですからね。やった、小杉さん大好き。あ、小杉さん、私このレストランで一度でいいから食事してみたいんですよね。レストラン、お願い小杉さん、お
他のパパは誰もこういうお店連れてってくれないの。小杉さんだったら連れてってくれるよね。当たり前じゃないですか。私はあなたのパパですよ。やったそうかそうか、他のパパたちはこんな店に連れてったことはないのか。きっと金のない貧乏パパなどだろう。私は違う、金持ちだからな。こうして差別化することでいずれ真剣交際だ。私とリサさんの距離は順調に縮んでいった。おや、そこにいるのは山口氏ではありませんか。え？山口氏は私と同じく40過ぎても童貞の男性だ。ネットの掲示板で知り合い、家が近くでたまに近くの店でばったり会うことがある。何してんだよこんな真っ昼間に。それはお互い様でしょう。実は山口氏、私もうすぐ童貞を卒業できそうなのですよ。なんだって。動揺してる動揺してる。どうして急に。どうせ風俗かなんかだろ。ケラ、真剣交際に発展しそうなのです。しそうってなんだよ、まだしてないのかよ。実は私今パパ活女子と仲良くしてるのです。ああ、なんだそういうことか。なんですかその反応は。あのな、パパ活なんかで童貞卒業できるわけねえだろ。どうせ貢がせるだけ貢がせて金がなくなったらぽいだよ。撤回しなさい。失礼ですよ山口氏。事実を言っただけだ。いいえ、私ならできる。私なら絶対にリサさんと真剣交際に発展できる。せいぜい夢見てろよ。絶対痛い目見るから。なんて嫌なことを言うのでしょう山口氏。どうせ自分は童貞卒業できないから私のことを妬んでいるのです。そうに決まっています。ああ気分が悪い。こういう時はリサさんに心を癒してもらうに限る。私はすぐにリサさんに連絡して今日会うことにした。どうしたんですか急に呼び出して。いや、私はリサさんのことを愛しているので急に会いたくなる時があるのですよ。そうなんですか。あのリサさん。なぜ避けるのです。いや、だって驚いて。私はリサさんを真剣に愛しているのです。ですからどうか私の脱童貞に協力ください。はあ。私は本当に好きな人としかしないと心に決め、44歳の現在まで恋をしたことがありません。リサさんになら初めてを捧げてもいいと思ったんです。きっしょ。キモいんだよおっさん。鏡見たことある？おっさんみたいなキモいのが私みたいな美少女と楽しくおしゃべりできるのは間に金があるからだよ。勘違いしてんじゃねえよ。あー待って、山口氏の言う通りだった。愛していると思っていたのはどうやら私だけだったのか。おー何がいけなかった。私はちゃんとエスコートしたつもりなのに。いや、私は諦めない。そもそもここでリサさんといたせなかったのは彼女が運命の相手ではなかったということだ。私は童貞を守り続ける。いつか出会える運命の女性、その人に出会うまで。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。